スタディカ太鼓の全体像をつかもうっていうので始めてるんですが、今日は6回目なので、松シーンですね。松シーンっていうのは音の止め方のことですね。これ結論から言うと3つ覚えるだけでいいです。そう考えると覚えることはむちゃくちゃ少ないですよね。ただまあ全体を把握するっていう意味では、全部でですね、松シーン止め方の種類は8種類プラス母音だけで終わるとき、まあちょっとここに書いてあるんですけどもね、8種類っていうのは K で終わる、 T で終わる、 P、 まあ K、T、P ですよね。これ無気音のところでも K、T、P っていうのは息吐かないって、話をしましたよね。関係してきますね、ここでも。じゃあ次ですね、N、G、N、M ですね。これ全部うんぽく、日本語で言うとうんぽく聞こえる音なんですけれども、まあ、若干違うっていうところでしょうかね。そしてその次ですね、まあここに、イとウですね、イとウを書いてるんですけれども、これは教科書とか、辞書によっては Y で書いたりとか O とか U で書いたりもしてます。この2つはもう特に練習しなくてもみんな発音できると思います。イとウ、イとウで終わるような感じの音の、待つシーンですね。じゃあ早速なんですけれども、ちょっと練習してみましょうか。この3つ覚えるだけっていうのは音の止め方なので、喉で止めるのか舌で止めるのか唇で止めるのかっていう、この3つだけなんですよ。分かりやすいのは唇で止めるなので、ちょっとここに例を書いておいたんですけれども、 P で終わるっていうのはパーピープーペーポーパッパ、口閉じるので一緒ブッブッと、ね、なのでナッナッですね。唇を閉じて音を止めるナッナッ、これと関係しているのが M になるんですね。いきますよ、ナーンナーンですよね。唇で止めてますよね。その次ですね、T ですね。T は舌で、止める。タティトゥテトとかっていうと、全部舌がパチ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 上の歯の後ろ側に当たると思うんですね。そこで止めてください。息吐いちゃダメですよ。これ全部一緒ですよ。ね、ですから、ナッ、ナッ、ね、ナッ、なりますね。ナッ、ナッとかって息吐かないので、そこはもう英語とは全然違いますよね。本当に本当に小さいつで、左側のは全部小さいつで終わっているような音ですね。なですね。ここは N なので、これも舌で止めてくださいね。なのでなんなんなん、ね、バチって止まりますよね。その次は喉で止める。これちょっと分かりにくいところあると思うんですけれども、かきくかかかき、ちょっとだけまあ喉使ってるかなっていう、感覚あると思うんですね。あいうとか母音やったらそのまま綺麗に音流れますけれども、子音なのでちょっと調整してるはずなんですね。かきくちょっと使ってるかな、そこで止めてください。いきますよ、なっなっなっですね。その次ですね、この NG ですね。これだけはこれ止まる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 って書いてあるんですけども、これだけは音が流れます。ちょっと流れます。いきますよ、なんなんなん、ちょっと流れるかなっていう。正直なところ、この NG とこの N っていうのは耳だけで聞いてはほとんど区別つかないと思いますね。これ僕も一緒です。単語を知っているから、分かるかなっていうのが正直なところですね。そこまで耳だけで聞いてはわからないです。なので、マシーンなんですけれども、ポイントとしたら、この6つですね。この6つの音さえしっかりとまずは自分が発音できるっていうところですね。日本語にしてはちっちゃい「つ」に聞こえる、こっちは「ん」に聞こえる、これはちょっと「む」っぽく聞こえることもあるとは思うんですけどもね。ただ慣れてきたらN と NG 以外は大体分かってくると思いますね。ぜひ練習して、まず発音はまずは自分ができるというところに持っていってください。ちょっと右側ですね、
この辺もちょっと見ていきたいんですけれども、これ英語と比較してるんですね。英語っていうと末シーンってなんかの音の終わり方っていろんな終わり方があると思うんですね。でもタイ語っていうのは全部で8種類しかないですから、全部この8種類に集約されます。じゃあこういった英語の音がどういうタイ語の発音になるのかなっていうのは、実際タイ人が話す英語を聞く上でも役立ちますし、あとはタイ語もまあ日本語でいうところのカタカナみたいな感じでたくさん英語を取り入れてますから、なので、ぜひですね、どういった音に集約されるのかなっていうタイ語のマツシーンの特徴っていうのを知ってほしいなと思って、まあ、いくつかずらずらずらと書いてみました、まあ、自分でも例えばチェックとかやったらこれ何になるんかなとかちょっと考えてみてくださいね。まあもう今チェックって言っちゃいましたね。まあこれはまあチェッククック息は吐かないですからね。なので K ですね。チェック喉で止める、こんな感じの発音に変わっちゃいます。その次はちょっとこれ難しいんですけれども、セーブブブブブ、ちょっと舌噛むってことはやっぱり唇で止めるに近いですよね。発音がタイ語にない場合っていうのは、これまあ日本語も一緒なんですけれども近い音に変わらざるを得ないですから、ですからこれは唇を思い切り閉じてセーブこんな感じになりますね。これ P ですね。これはまあウェブ唇閉じてますね。これ簡単ですね。 P ですね。ウェブですね。ちょっとこれは飛ばしてこっち行きましょうか。ゴルフ。これはちょっと難しいんですけども、L が抜けます。脱落します。そして、ゴ。これ P に変わります。F もやっぱり、ふ。やっぱり唇を使う音ですよね。ふ。なので、思い切り口としてゴ。というふうに変わります。その次、これはちょっと難しいですね。ラインですよね。ライン。これ結論から言うとライだけです。ね、アイって書いておきましょうか。ここは全く発音されません。これなんでかっていうと、アイ。これもどっちで書いてもいいんですけどね。これも音マツシーンに入ってますよね。ですからもうここで終わらざるを得ないんですよ。この後に何か母音が続くってなると一つの音一つの音節にはもうならないので、なのでラインじゃなくてライで、終わります。って言ってもちょっと分かりにくいですよね、これだけはね。これ例えば反対にした場合、イーヤやったらこれタイ語の二重母音でありましたよね。いいや25音にあったのでこれは母音なんですよ。だからこの後にイーヤンは続きます。ただアイはこれ分けて考えるっていうか、分けてじゃないかね。これああ次これマツシーン、母音マツシーンっていう扱いになっちゃうので、ここにもう言葉は起用がないです。音起用がないっていうね。まあそんな感じで覚えておいてください。アイね。その次、これはボールルなんですけども、ボールこれもルで終わる、タイ語ってないですよね。マツシーンないですよね。ないってことは何かに変わる。そしてこれはもう覚えちゃった方が早いんですけれども、N に変わります。L ってこれまあ流音って呼ばれてる音なんですけどね。まああの N に、近いですね。なのでボールじゃなくてボーンっていう風に N に変わります。最初は L が N に変わるっても覚えちゃった方が、早いと思います。そしてこれがミックスですね、お漢字をお願いしますっていうので、チェックビンってまあ皆さん使ってると思うんですけれどもね、これチェックこれは勉強しましたね、ここですね。そしてビルこれもここで勉強しましたよね。これが N に変わる、だからチェックビンですね。ただこれ電子メールとかのメールなんですけれども、
これはメンメンとはならないです。これは L が W に変わるんですね。そしてメオメオメオですね。このように L が全部 N に変わるかって言ったらそういうことでもなくて、特に最近入ってきたような言葉では W に変わる、メオメオとか W に変わるっていうのが多いかなっていうのを僕は感じていますね。この辺は日本語で言っても、新しいカタカナとかやったら、例えばベネチアとかやったらベって書いたりしますよね。ウィーとか書いたりしますよね。うん、小さいイーとか、こういうまあほんまに新しい書き方なのかなっていうふうに僕は感じています、というところで、今日は第6回マツシーンですね、終わりにしたいと思います。サディカ、スースーカ。